名城工場名城工場は、かつて愛知県名古屋市中区三の丸に存在した名古屋市交通局の車両工場である。名古屋市営地下鉄名城線の車両基地として使用され、同線の市役所駅名城公園駅間の沿線に存在した。工場への引き込み線は市役所駅につながっていた。1965年2号線、坂町市役所間開業時に、 名城車庫として開設された。地上に設置された車庫であり、敷地面積は1万1725平方メートル21両の車両の留置が可能であった。敷地は後に新設される他の車庫に比べると狭いが全般検査も行っていた。なお、車庫の用地は愛知県運転免許試験場の跡地である。名城線新玉橋延伸に伴う、 車両像に対応するため改修され、1974年4月1日に、名城工場に改修した。しかし、名港車庫が拡張され名港工場が整備された、ため、2004年10月1日に廃止された。かつては、名古屋港で港祭りなどのイベントが開催される日に、限り、名古屋港駅発市役所駅、雪の臨時増発列車が運転されていた。 名城工場への引っ込み線を利用して折り返していたため工場が閉鎖されてからは市役所折り返しの列車は運行されていない。名古屋祭開催前後は花バスの車庫として使用されていた。敷地の東側に名古屋市交通局名城合同事務所の新棟が建設され2010年7月より使用されている。2018年度には跡地の活用のための調査や 名城合同事務所の旧棟を含めた既存建築物の解体に向けた準備について予算が組まれた。2019年3月に発表された名古屋市営交通事業経営計画2023では2019年度中に既存施設を解体し、2023年度までに民間事業者への貸し付けを行うとしている。また、第二境変電所を設備の更新時期に合わせて、 名城工場の跡地に移設する計画がある。ありがとうございます。